井上貴子のたかこちゃんチューブ。Yeah!
ちゃん。9、10、足首まっすぐ。でも離さないと。今押しただけだとただ普通に追っかけてきて、ここから。手を見てない。6。っていう。
はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとなんかゆうこちゃん、なんかいつもと違う表情というかマジなモードだなと思ったんですけど、なかったんですか？実はこの間プロテストを実施するって聞いて。急に言われたんですか？はい、急に。いつですか？あと4日後急に言われました。なるほど。それでいつもよりちょっと真剣な眼差しがあったわけですね。はい。4日、あと4日、大丈夫ですか？いや、やばいです。受け身もやばいですし、ロープワークも筋トレ、自主練のメニューがとにかく今やばくてやってるんですけど、腕を閉じての腕立て伏せができなくて。心配なのは腕立て伏せ。腕立て伏せです。筋力がちょっと怖いってことですね。はい。まあ、ちょっとあと残り4日頑張ってください。声出せるように頑張ります。またプロテスト、しっかりとカメラ回させてもらいますので。はい。最後、笑顔、ちゃんと見せてくださいね。はい。楽しみにしてます。はい。ありがとうございます。はい。さっさと帰ってください。はい、はい、もう中学生早く帰ってください。帰ります。ありがとうございました。ついにプロテスト。ドキドキです。自分の時よりも、ね、さキャサリンの時も緊張するって言ってましたけど、はい、でもキャサリンは事前予告なしだったんですよ、はい、その場で急に終わりと思ったら、はい、これからだったんで、すっごいドキドキしてたんですけど、まあ、今回は事前に通達がある分準備がしっかりできるんじゃないかなと思って、なのでニコたちの成長というか全部を出し切ってほしいなってところで。今日見てる感じ、はい、あれですよね、ニコちゃんに対してちょっと洗礼的なミスありましたよね。最後も結構柔軟とかも相当厳しくやってましたよね。いやー、ニコちゃん甘えちゃうんで。でももうこれからしっかりもうプロテストやるってことは、まあ、結果がどうであれしっかりそのプロのレスラーを目指してるってことなので、しっかりと得意不得意はあると思うんですけど、不得意なところもしっかり甘えずに厳しくやっていかないとなと思って、愛の無知です。今日はいなかったですけど、若の、はい、ちゃんですね、はい、みたいですね。ドキドキです。だって中学生ですよね。中3になった若の方がプロテストって、いやー緊張してきちゃいました。あと残り4日ということで。あと4日、はい、やばいっすね。ちょっとすごくよく動いてあげてください。はい、もうしっかりと合格、まあ、本人の担任次第ですけど、そこまでしっかりとできることはしっかりとサポートしてあげたいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。